どうも高井です。大きなコンプレックスほど大人になった時に大きな武器になる。私自身の幼少期の話をしましょう。私自身の幼少期というのはとにかく人に信用されなかったです。どんな環境だったのか、親というのは私に対して疑いの目をすごく今でも向けてくる人ですね。ちょっとした例え話をしましょう。買い物に行った時に親がその商品を購入する時にカバンから財布を取り出して、でその財布からお金を取り出してお金を払う。そして払い終わった後はバッグに入れて持つというよりかはその財布をジャケットに入れる感じ。家に帰ってそのジャケットに財布あるってことを忘れていて、でカバンの中を見て、あれ俺の財布ね、誰か盗んだって言って最初に疑いを向けるのは子供とか家族にあり得る。で子供である私というのは疑いの目を真っ先に向けられます。言われることは一言、お前財布盗んだぞ、さっさと返せはって感じになるんですけど、ただそれが私の家での普通だったんですよね。信用されないっていうのは辛いってだけじゃないんですよね。この後のことが問題なんです。もう一度よく調べてみたらジャケットにあったアハハで本に上がってるんですよ。アハハで済む相手はいいです。でも疑いを向けられた相手は何アハハで散々疑っておいてってなっちゃうんですよね。とにかく信用されないって辛いなっていうのが幼少期の経験で、学校で私って変人扱いされてたんですよ。まあ、見る人から見たらそれはキャラクターでしょ、あなたが YouTube で演じてるキャラでしょって思われるかもしれないですけど、私結構素で話してますかね。この素で話してるようなキャラだったんですよ。まあ、幼少期はもっと幼かったからこういうキャラではなかったでしょうけど、それでも変人扱いされていました。変人扱いされてると周りがいじめを受けやすいですね。いじめを受けて1回目はいいです。先生に助けてって言える。でも助けてその時は解消してもらいます。2回目、3回目、ここは問題。ここから先生が言うのは、君にも問題があるんじゃないか、君が悪いんだよ、君の悪い部分を直せばみんないじめなくなるよ。もうね、先生さえ信じられなくなった。ノイローゼになったっていうよりかはノイローゼの部分、周りを見るっていうかな、人を信用できなくなっていく。もう信用できねえわって、親すら信用できない、学校すら信用できないっていうね、会話する相手いないなーっていう状況が私の幼少期の環境でしたよ。それで大人になっていくにつれて、話術の部品に関してはね、多分こうした方がいいだろうっていうのがパーツとなって、コツコツその一つの点ができていったわけですけど、2016年2月に出版されたこの本によって、影響力の心理によって、そのコツコツ積み上げられたパーツというのが線になったんですよ。影響力の出る話し方ってこういうことだったんだっていう。あとは組み立ての作業でここ2、3年で完成したって感じですね。組み立てるのもちょっと時間かかっちゃったなって感じはするんですけど、幼少期のコンプレックスっていうのがこれほどまで凄まじい武器になるとは考えてなかったので、正直皆さんもコンプレックスって実はマイナス面だけじゃなくてプラス面もあるよっていうことで、あなた自身を将来作る可能性があります。なのでコンプレックスを持ってるからもう俺ダメなやつだって思うのはこの動画でもしかしたらなくなるかもしれません。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。